というタバコを吸ったことがあるかい。ほらジャンギャバが死ねもの中で吸ってるやつさ、ヨレヨレのレインコートの襟を立てて、短くなるまでやつは吸うのさ。そうさ、短くなるまで吸わなけりゃダメだ。短くなればなればなるほど、君はサジェルマン通りの近くを歩いているだろう。ゴロワーズというタバコを吸ったことがあるかい。一口吸えば君はパリにひとっ飛び、シャンゼリゼで窓もワゼルに飛び乗って、そうだよエッフェル塔とシェイクラベ、ちょっとエトワールの方を向いてごらん、ナポレオンが手を振ってるぜ、マリー・アントワネットもシトロエンの馬車の上に立ち上がって、ワインはいかがと招いてる。それがすごく小さなことでも、何かに凝ったり狂ったりしたことがあるかい。例えばそれがミック・ジャガーでも、アンティークの時計でも、どこかの安いバーボンのウイスキーでも、そうさ、何かに凝らなくてはダメだ。狂ったように凝れば凝るほど、君は一人の人間として幸せな道を歩いているだろう。君はある時、何を見ても何をやっても何事にも感激しなくなった自分に気がつくだろう。そうさ、君は無駄に年を取りすぎたのさ。できることなら一生赤ん坊で見たかったと思うだろう。そうさ、すべてのものが珍しく、何を見ても何をやっても嬉しいのさ。そんな風な赤ん坊を君は羨ましく思うだろう。
ムッシュ釜石の曲でございます。